どうもなおちんです。100英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は最強キャラランキングやっていきたいと思います。キャラクターかなりたくさんいますけども、今日はトップ10を発表したいと思います。それでは10位から1位いってみましょう。このランキングには最強キャラのリーンは入れておりません。そして個人的な意見も入っております。ご了承ください。それでは第10位からいきましょう。10位はウェブですね。装備してるルーンですけども、合力のルーン、魔力乱撃のルーン、戦士の極意のルーン、 SP チャージのルーンです。ここの技には入れておりません。入れたとしても使わないので開けております。SP チャージのルーンで毎回 SP を2回復することができます。魔力乱撃を毎ターン打つことができるのでかなり強いですね。続いて第9位ですね。9位はコエンですね。装備してるルーンは魔装のルーン、鉄球乱れ打ちのルーン、戦士の極意のルーン、合力のルーンとなっております。ステータス的には魔法防御が低いんですよね。それを補うために魔装のルーンを装備してるんだけども、魔法を使われると結構ダメージを受けてしまいます。装備によって魔法防御を上げる、もしくは HP をプラスしていくといい感じになると思います。鉄球乱れ打ちのルーンで、SP4 使うんですけども、一列攻撃ができて結構便利なキャラクターですね。続いては8位。8位はガオーですね。装備してるルーンはダブルスラッシュのルーン、合力のルーン、戦士の極意のルーン、 SP コンバート、力のルーンとなっております。コゲンと同じくガオーも魔法防御力が低いんですよ。後の能力はかなり高いんですけども、やはりこの魔法防御っていうのが結構難しいですね。まあ同じく装備によって魔法防御力を上げる、もしくは HP を上げていくと戦いやすくなると思います。最初から使えるのでかなりいいキャラクターですね。それでは7位いきましょう。7位はエレクトラですね。装備してるルーンはアーマーブレイクのルーン、合力のルーン、戦士の極意のルーン、土石のルーン、タイマのルーンとなっております。同じく魔法防御が低いんですよね。それをルーンで補ってるんですけども、もともと HP が結構高いです。700台 HP があるので、ここはタイマのルーンではなくって、攻撃を上げていってもいいのかもしれません。そして技4、ここがね結構重要かと思います。今アーマーブレイクを入れてるんですけども、もっといい攻撃技があれば、かなり強いんではないでしょうか。まあ戦士の極意がありますので火力は結構出せます。そして HP も高いのでしぶといです。第7位はエレクトラ。それでは第6位に行きましょう。6位はユーフェリウスですね。装備してるルーンは怪力のルーン、ジョーズクラッシュのルーン、魔装のルーン、魔装のルーンとなっております。同じく魔法防御が低いんですよね。なので魔装のルーンで上げております。これ魔装じゃなくって HP でもいいような気がしてきた。 HP の方がいいのかもしれませんね。もともと HP が高いので、そっちの方が効果が高いかもしれません。でユーフェリウスは極意を装備できないんですよ。極意装備できない。でも、貯めるを使えるので、結構ランキングが上の方かなと思います。貯めるってね、かなりいいんですよね。なので、ユーフェリウスが、6位と思っております。それでは第5位です。5位はガルですね。装備してるルーンは、戦士の極意のルーン、剣子のルーン、タイマのルーン、HP のルーンとなってます。まずステータスが全体的にむちゃくちゃ高い。 HP に至っては1138、装備込みですけどね、これぐらいの強さがあります。ただし攻撃のアクティブスキルがありません。ですけども戦士の極意のルーンを装備してますので、火力はピカイチありますので、これは絶対入れるべきかなと思っております。続いては4位。4位はイーシャですね。装備してるルーンは爆炎のルーン、硬質のルーン、ゴーマのルーン、アイスニードルのルーン、魔法使いの極意のルーン、清流のルーンですね。水と炎の最強魔法が使えます。火力もあるし、さらに HP 回復もできるっていうのですごく使いやすいキャラクターですね。
で、ステータスも全体的に高めなんですけども、HP が低いんですよ。なので、装備で HP を上げてあげると使いやすくなります。そして魔法だけではなくって、アイスニードルが使えて、これがなかなかいいんですよね。敵の行動順を遅くしてくれるので、結構いいキャラクターだと思いますよ。第4位は、イーシャ。それでは第3位に行きましょうか。第3位は、ダイクストラ。ですね、装備してるルーンは魔装のルーン、タイマのルーン、 SP コンバート、棒のルーン、 HP のルーンとなっております。ステータス高めですけども、やはり魔法防御が低い。魔装のルーンとタイマのルーンで上げて上げてる感じです。もうちょっと HP のルーンを入れてもいいのかもしれませんね。ダイクストラは攻撃はしません。とにかくガードをして仲間の攻撃力を上げてあげるっていうキャラクターです。ダイクストラは絶対にパーティーに入れた方がいいです。かなり強いですね。それでは第2位です。第2位はモモですね。装備してるルーンは超魔のルーン、火炎のルーン、超魔のルーン、魔法使いの極意のルーン、大地のルーン、魔法使いの心得のルーン、魔力の泉のルーンとなっております。これ空きがたくさんあるっていうのがすごく嬉しいですよね。で、モモですけども火力特化です。もう火力しか上げておりません。防御力は魔法使いの心得のルーンで下がってますので、もうそこは捨てましょう。HP だけは、装備によって上げた方がいいんですけども、あとはもうとにかく攻撃特化です。やられた時はやられた、そういうキャラクターでいいと思います。魔法ですけども、大地のルーンと、火炎のルーン、これで間違いないと思うんですけども、これ逆にしてもいいかもしれませんね。火炎の4、そして大地の3にしてももしかするといいのかもしれません。モモはめちゃくちゃ強いので絶対入れた方がいいです。それでは第1位に行きましょう。第1位はレイナですね。装備してるルーンは合力のルーン、タイマのルーン、 HP のルーン、水のルーンです。レイナはとにかくステータスが高い。防御力が、ルーンを込みますと600以上に行けますし、 HP が1300、装備込みですけどね、これだけ強いです。まずやられることはありませんし、防御で、100% ではないんですけども、味方をかばってくれて、さらに反撃をしてくれる、とんでもなく強いキャラクターです。タンクなんだけどもね、攻撃力もしっかりあるっていうことで、レイナは必要ですね。こいつがいるだけで、耐久力がぐっと上がりますので、レイナは絶対に入れるようにしてください。1位です。はい、ということで今日は最強キャラランキングでした。1位から10位まで発表しましたけども、このランキングには個人的な意見が入っておりますのでご了承ください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。